神様、バーゼロ様、キャンディーポップ様、合同会社システムクリエイト様、合同会社エンターブリッジ様より激励賞が届いております。この試合も皆さんだったらね、注目のカードでしょう。松下優太VS池田和穂、池田和穂さんね。こちらまた総合ルールになりますんで、56.7kg 契約でございます。ラウンド、さあ行われます。はい、さあこちらですね、はい、黄色と緑色のパンツの方が池田選手、ね、池田選手、そう、白いパンツの方が松下選手、松下選手ですね、はい、2人ともちょっと軽快なリズムでね、そうですね、はい、こちらまでは軽量級ならではのスピードをね、皆さんに見ていただきたいと思います。だいぶトリッキーなことですね。パンチが速くて見えないです、見えないですね、僕の目には見えません、みんなです、みんなです、なんであなただけ見られるよう使うけどな、漫画とかね、うん、いやこれいいですね。やっぱコーナーに使って、はい、攻めるやり方をマッハドジョンの人知ってますね。あ、なるほどね。あれはちょっと有効的なんですね。有効的です。はい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 、この左のジャブ嫌ですね。ただこの池田選手の右も当たれば倒れますよ。来ました、そうです、もう1ラウンド目からも倒しに来てますよ。膝も来てますよ。あ、これおすごい、これ上になったのが松下選手、はい、ただこのタックル切りたい池田選手。いや、いいですね、はい、そうです、軽量級は速いのがね、いいところですね。そうっすね、これはね、あれですか、ブレイクにはならない、まだこれまだならない、ならない、あ、あでも持ち返しました、動きがあるうちはならない、あ、なるほどね、はい、止まったらブレイクですね。そうです、はい、ただこのね、コーナーに詰めて、はい、松下選手のこのコーナーですね、こうやって倒していきたい、なるほど、そうです、これがいいです、取りに行ってますね、マウント、マウントに。ただこれ池田選手は下なりたくないですよ、下なりたくない、おー、叩こしてる、ただバックから松下選手が攻める、どう締めてますね、あ、走れね、うん、これはこれね、今左足がまだ入ってないんで、はい、左足が入れば、はい、スリーパー取りやすくなる、スリーパーね、はい、チョーク入りますか、入ります、はい、この左足松下選手は入れたいです、あ、入れたいです、あ、入っちゃった、あ、入りましたね、入っちゃったよ、入っちゃったんだけど、本当におー、うまい、このまま、ただこれ池田選手はね、はい、正面向きたいですね、正面向きたいね、うん、後ろだとちょっと松下選手のやりたいようにやられちゃうんで、あ、うまいな、あ、これはうまい、これね、これ疲れるんですよ、これやられてる方疲れるんですよ、やられてる方がね、そうです、殴られてね、ひひちゃんとの寝技を思い出すよね、また違う寝技や、本当だよ、これはどうなるか、いや、これは松下選手うまい、松下選手がうまい、そうです、ただ池田選手ね、これ真正面に向きたいですね、そうです、これが嫌なんですよね、あ、これがね、これ地味に見えるんですけど、効くんですよ、はい、効くんですか、あれね、うわー、これは池田選手、池田選手はこれ完全に嫌がってますね、そうですね、今お客さんの言葉言っただけなんですけどね、いや、お客さんから引用しちゃあかんそうです、あ、でも血出てますね、もうね、流血します、顔面流血ですよ、顔面流血してます、そうです、ホイスのトントンやなって、さすが詳しいですね、所秀夫選手との試合でね、やってました、ホイス・グレイシー選手、カズポン頑張れって声もありますね、そうです、はい、さあこれどうなるか、どういう展開になるのか、ただね、これ今血も出てるんで、はい、息はしにくいと思います、池田選手、あ、血出たら息しにくいんですね、しにくいです、わかるでしょ、わかるでしょ、いや、わかります、それは、これはね、耳のね、攻撃ってね、意外に後から効いてくるんですよ、あ、そうなんですよ、はい、殴られたことないんで分かんないですね、いえいえ、男性同士のこれ味方違う、さくらさんお黙り、本当に痛そう、そうですよ、これ痛いよ、いや、これは残り時間1分、残り時間1分、もう池田選手はもうここで抜けたい、でも1分切り抜けたらあれですもんね、そうです、そうです、いいですよね、船木 VS ヒクソン戦はこれでね、ヒクソン選手が船木選手を落として終わったんですね、なるほどね、武藤対長野みたいな感じですかね、知らん、あ、それは違いますね、みんなピンとこうへんが、ピンとこきません、分からへん、ありがとうございます、あ、池田選手うまい、池田選手、あ、これは、ね、この松下選手ね、足でしっかりもうカッチリ固めてるんですね、大事なのに蛇のようにね、本当に絡んじゃってるんだ、これはもう抜けれないですね、抜けれないな、はい、本当に、あ、
いやこれは足のつらいな。これ松下選手足の使い方本当うまいんで。ああね。はい。絶対話しませんね本当に。話さない。もう一回言いますけど蛇のように、はい、そうですね、知ったよ、あの気に入ったんで、すいません。残り10秒あ、これもう入っちゃってんじゃない、入っちゃってないか、まだ入ってないです、入ってない、池田選手、入れてはないですけど、入れてはない、けどあれ、いや、これはもう疲れてますよ、池田選手、ちょっと嫌だな、鼻殴られるの、第1ラウンド終了です、これ1分間、インターバルに入ります、はい、ただこれ1分間で回復しないです、回復しない、はい、1分間、じゃあ3分待ってね、いや、あかん、ダメなの、いやいや、はい、あれちょっとお腹痛いとか、あかん、あ、楽しいんこさん来ました、楽しいんこさん来ました、あ、楽しいんこさんが可愛い感じに出してます、お尻フリフリ、楽しいんこさん、ガンガンとかと負けないでほしいです、あ、楽しいんこさん来ました、楽しいんこさん、この日のためにやってくると言ってました、うん、いい体験ですよな、いい体験です、青野が池田和夫選手、時間の中に濃い4本使うと濃いになりましたね、この中に考えられます、ただいま行けだ、はい、セコンドセコンドこの注意が、それはもう減点対象ではない、これはまだ減点にはならないです、減点にやったら減点になるということですね、なるほどね、はい、警告みたいなね、はい、そんな感じですか、はい、さあ池田、ファイナルオン、さあ池田選手を取りたい、さあ取りたいですね、今はもう松下選手が完全に取ってますから、あ、寝技になればね、おお、ただね、この池田選手の右側になればね、松下選手分かんないですから、池田選手ちょっと疲れてますね、はい、に池田選手はちょっと倒されたくないですね、うん、ここで倒れちゃったらちょっと、ね、松下選手倒したらもうね、 あ、ただこれは今首入ってるぞ、入ってますねこれね、で池田選手は 足を入れたい、足入れたら首締まる、あれちょっとあれ、あ、これは入ってない、これ入ってない、これ入ってない、これ松下選手が有効です、入ってないタイプのやつ、これは入ってないです、タイプのやつですか、はい、はい、入ってないタイプって、はい、そういう、そうなんです、今ので池田選手は足をね両方固めたかったです、ね、あ、なるほどね、はい、はい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 、あー、これはまた松下選手がさっきと同じ体勢になる、これまた同締めスリーパーに入ろうとしますね、そうです、このね足がね抜けないんですよ、抜けない、あー、もう本当絡んでるな足、そう本当に、あ、これ注意です、あ、これ注意ですか、ファイヤー、あ、注意はピーピーになるんですね、ピーピー、スタンドからです、池田選手はもうスタンドで勝負ですね、で、タックルに絶対来るんで、はい、ちょっと今このパンチで下げたいですよね、はい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 、このパンチでいいんで、池田選手のこのスーパーマンパンチいいですよ、スーパーマン、おー、バックハンドブロー、あ、ほら、でもちょっと聞いて、松下、松下のタックル、あ、いいっしょ、これ池田さん、どうなるか、またマウントを取りに行くね、そうです、この上になってる松下選手こっからがうまいですよね、こっからね、寝技がうまい、寝技がね、池田選手こっから立ちたいんで、お、いいですよ、今のこれいいですよ、あ、お、これはどうする、これ持ち上げるのか、これ持ち上げるのか、このまま、あ、このまま、あ、お、いい、そう、池田選手は無理やりでも立った方がいいですね、絶対立った方がいい、おはとん、あ、でも分かんない、あ、これさ、あ、いい、池田決める、マジでタックルがうまい、タックルがうまいんだよ、そうなんですよ、ラグビー選手みたいな、池田選手ただねパンチは本当にあるんで、はい、このパンチで、ね、攻めたいですね、やっぱ立ってねやりたいですね、で松下選手は倒してこっからがうまいんで、あ、こういう風にしていきたい、はい、すごい試合ですよこれ、そうです、これね、すごいですよ本当、おー、すごいね、クオリティの高い戦い、皆さんコメントにちょっと飛びますからすいませんね、そう、うん、プロですこれがね、はい、本当のプロ、男と男の戦いです、はい、言いたいだけやそのワード言いたいだけ男の男の戦い、漢字の漢と書いて男、全員そうや、今登場したら男やからそういい試合です、ね、そういい試合なんですよね、中西金鉄の中西マン行けって、中西マン戦ってそう、松下選手はこの上からの嫌がらせ方知ってますね、そう、いや、そう、池田選手は立ちたい、はい、あ、あれは立ちでも、池田選手のこの右いいよ、池田選手いいね、池田選手はね、もうむちゃくちゃにした方がいい、池田選手はもうむちゃくちゃにして、うん、倒されない方がいい、このね、松下さん意外とぐちゃぐちゃにされてるのちょっと嫌がってると思います、でもこう足をかけて倒そうとしてますねこれね、はい、完全にね足をかけて、あー、やっぱ倒す、あー、やっぱ倒れちゃう、倒れちゃうんですねこれね、うん、これ松下選手倒すのうまいな、うまいね、池田選手もこっからね攻めたいんですけど、まあ、立つこと考えた方がいいかな、あー、ちょっと苦しそうですね池田選手、そう、
もうずっと倒されてるんで、ちょっと疲れると思う。あんだけ倒されたらね、疲れますね、はい、そしてこうやって殴られちゃうからね、右を入れられちゃうからね、うん、あ、でもこれいいですよ。あ、でも松下選手がうまくポジション取るな。ポジションがすごいね、これね。そうです、うん、いいですよ。あ、また最初と同じ体勢で、やっぱあれが得意なんですね、松下選手は。こっからね、あ、これ首入るんじゃないですか。残り試合時間1分、完全同時目スリーパー、体力奪われるんですよ、同時目スリーパー、勝った。同時目スリーパー、そうそう、あるってプロレスではあるんですよ。いや、プロレスの技あれ同時目スリーパーだよって言うんですか。同時目スリーパー、ドンフライが得意、ドンフライが得意。中西さん、プロレスはね、好きだ、ちょっとしてます。そうですね、こっからね、ちょっと抜けるのがね。皆さんコメントありがとうね、見てますからね、コメントね、ありがとう。小川直也の18番、そうですね。そうそう、小川直也の18番、そうそう。残り試合時間30秒。あ、30秒ですね。ここ耐えたら、あれですね。松下選手。いや、池田選手はこれ表、あ、これがいい、これが、これが理想。さあ、岸回生。岸回生。岸回生。いいか、いいか。残り30秒、残り30秒。さあ、こっからラスト30秒だ。はい、池田も攻める。ただ、松下。残り10秒。さあ、池田。あ、さあ、池田の右。最後まで殴り合いだ。さあ、これですよね。松下の気持ち、池田の気持ちもすごい。試合終了です。これはバスケに入ります。素晴らしい。いや、いいんじゃないですか、この試合。いや、素晴らしいね。熱き男と男の豚西さん見てると来てますか。あれが彼氏だ、本当に。いや、これはプロの試合ですね。これこそザ・プロフェッショナルです。そうです、ナイスファイト、いや、これ池田選手も最後まで諦めずに、はい、あ、殴り合った、ね、松下選手、判定の結果をお願いします。判定の結果、3対0、勝者、赤コーナー、松下優太。ありがとうございます。ジャッジ合計20対18、赤の松下、ラッキー戦隊、20対18、赤の松下、ジャッジ合計20対18、赤の松下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 優太選手が勝利いたしました。今、第1回、松下優太選手には、勝利賞の盾が贈られます。次は第6試合の中村ジュニアさんの引退演技出場マッチ。はい、さあ、ヒロンナさんからプロテインが、そしてタノシンゴから、はい、盾ですね、はい、勝利者の盾、はい、盾が贈られました。いやー、いい試合だったな、これは。今、ヒロンナの心境分かりますか。何なんですか。熱そうよ、熱そう、熱そう、言ってます、言ってます、はい。ただ池田選手もすごかった。あー、男からキスされてね、残念ですけど、ね、なんでこのシンゴさんが吹いてるの。なんでこのシンゴさんが吹いてるの。汗でしょっぱかったんじゃないですかね。逆や、逆。素晴らしかったね。いや、すごい、いや、すごいわ、これすごいわ。ありがとうございます。もうそろそろね、雷神もテレビでは放送されますけど、はい、雷神も熱いけど、さ、こちらのね、マッハ祭りも熱いんで。さあ、新宿も熱いですよ。そうです、ね、福岡に負けます。誰からも愛された、マッハ道場切っても大好き。